the era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. クルジー、ゆだっちゃうよ。武田邦彦先生、ついに、沸騰、ボイリング、ですね。これだけ、予測が、外れた人は、珍しいね。13年前の、ラジオに出演した時の、音が、あるので、聞いてください。地球温暖化の嘘って本当なの。武田邦彦2010年6月21日。武田先生、それで、地球温暖化は、嘘なんですか？東京に住んでる人はそう思いますね。東京はこの100年間でも 3.5 度上がりました。日本はね、平均して 0.7 度と言われてますけど、もっと低いと、はい、それは CO2 とは関係ないとしか、はい、太陽活動というのはね、盛んになったりダメになったりするんですよ。耐えてるかわからなかったんです。400年ぐらいでこう盛んになったりダメになったりするんです。マウンダー極小期っていうのが今から400年ぐらい前あったっけ。太陽がの黒点がなくなっちゃって、はい、ものすごく太陽の熱が低くなって、今ね、マスコミはみんな温暖化すると言ってますって言うけど、はい、今から30年前まではマスコミは全部寒冷化するっす。一般市民の人はね、利権もないし、はい、言ってるから。その方が得する人がいるってこと。そうそう、得する人がいる、利権があるから温暖化、温暖化で地球規模で言ってるんです。そう、うん、温暖化が大変ですよっていう研究にはお金が出ますよ、はい、温暖化なんかどうでもいいですよなんていう研究にはお金出ませんから。これはあの環境省はそのために存在するたもんだから。温暖化がなくなっちゃったら環境省は半分になっちゃうんじゃないですか。基地を作った、うん、1500メートルの滑走路、うん、それから飛行機の格納場とか、うん、その時に3メートルも上げて、そして作った。あれはもともとは島じゃないんだけど、はい、普通の島じゃないんだけど、うん、そして戦争が終わってあのアメリカがいなくなるとね、はい、あれあそこに島じゃないかということになって、昔住んでた人じゃない人が来て、はいはい、作った島が1978年に独立した現在のツバルなんです。にわか作りに作った飛行場だから、はい、一部がごく一部ですよ、うん、ごく一部が、ね、波でさらわれてるんですよ、うん、そこを撮影に行った頃なんだけど、はい、何しろ事実をちゃんと見るのが大切で、はいはい、11月に武田何なの、一体何なの、全くわからない。武田って沖縄辺野古住民運動にケチをつけて、それが全くデタラメで批判された虎ノ門ニュースの続代よね。参政党って何なの？何？何？何？